ショート管理カルテ道二世会の中島です。今回は、これが違反行為というようなことを話したいと思います。組手ではお互い動いています。その中で接触があったとき、違反行為になってしまうことをいくつか挙げていきたいと思います。場合によっては、無防備というのも考えられますが、今回は攻撃した方が悪いと考えて行いたいと思います。組手競技において、競技規定に書いてあるのですが、故意であっても故意でなくても、わかりやすく言うと、わざとであってもわざとでなくても、違反行為は取るということになっております。競技規定には、腕や足の攻撃は禁止と書いてあります。その他にも、回収による攻撃も禁止となっております。知らない方多いと思うのですが、足の甲への攻撃も禁止となっておりますので、バンと足を踏んでしまったとき、場合によっては違反行為になってしまう場合がありますので気をつけてください。試合でよく見ることは、足払いのようなローキックです。当たっていたら接触のウォーニング。当たっていなくても攻撃とみなされた場合はコントロールされていないウォーニングとなります。小学生の場合はプラスして足払いも禁止となっております。なので、ふっと足払いのような素振りを見せただけでも、やめをかけられて、コントロールされていない違反行為となりますので、注意をしてください。片方の選手が、蹴ろうとします。もう片方の選手が、その蹴りに合わせて、技を出します。場合によって、太ももや肩に入ってしまう場合があります。場合によって腹部に強く入ってしまう場合があります。これは違反行為となってしまいます。開始による顔面部への攻撃ですが、中学生以上あまり考えなくていいかと思います。ケーサポーターの形からもうすでに指先が丸くなっております。軽くついても回収には見えませんので大丈夫かと思います。小学生の場合気をつけないといけません。小学生の剣サポーター、リバーシブルタイプで一直線です。このままついた場合、指先が前に来ていることがあります。回収による攻撃とみなされた場合は、やめをかけられて、注意となってもおかしくはありません。小学生の場合、面法の目の部分の隙間に指が入ること、たびたびあるそうですので、気をつけてください。普段練習中教えてもらった技、試合中出します。その技が違反行為になってしまう。ましてや当たってもいないのに違反行為になってしまう。選手は戸惑うと思います。大変危険なことにもつながりますので、やめさせてください。今挙げた項目は攻撃です。当たっていても当たっていなくても関係ありません。その禁止部位に攻撃をしたと主審が思ったら
ウォーニングまたはペナルティが課せられます。喉への接触も禁止となっております。攻撃ではなく接触ですので、当たった時のみ違反行為となります。突きをついてきれいに決まっても、喉に入ってしまった場合は、注意。または場合によって反則負けまで行きますので注意をしてください。喉への接触の件で実際にあった話を話したいと思います。マスターズの試合に出場していた時の話です。まあ、その方は別の種目に出ていたので実際には見ていません。話によると試合中喉に攻撃を受けてしまったそうです。まあ、その後大丈夫だったのですが、大会が終わって着替えて帰るとき、倒れてしまったそうです。救急車を呼んで病院に運ばれました。診察の結果、喉仏の骨が折れて、気管を圧迫して、呼吸がしづらくなって、倒れてしまったということです。命に関わることもありますので、十分お気をつけください。今回は、これが違反行為になってしまうの?というような形でお伝えしました。腑に落ちない部分多いと思いますが、ルールブックには先ほど言った通り、行為であっても、行為でなくても違反行為になるということが書いてありますので、しっかり覚えておいてください。